どうも、タクトです。いつもこのチャンネルをご覧いただいてありがとうございます。今日紹介するのは、バッティングなんですけど、僕が一番重要視している練習、クイックヒッティングを紹介します。クイックヒッティング、要はですね、モーションを取らないでヒッティング、または、スイング、する練習になるんですが、例えばテイクバックを取ったりとか、足を上げてタイミングを取ったりとか、その動作を一切省くというような形で、バッティングの要素って、大事なことたくさんあると思うんですよね。今言ったようにタイミングを取ることだとか、あとは、動画に何本もしていますが、スイングのメカニックス、例えばトップハンドの、使い方だとか、インサイドアウトのスイングの軌道のを作ることとか大事なんですが、その中でも特にトップからインパクトまでのスピード、これを僕はリアクションって呼んでるんですけども、簡単に言ったら反応ですね。反応を速くして、実際にバットが出てくるのを速くする、これのスピードをアップしていくことが、速い球に対応するとか、変化球に対しても崩されない、バッティングのスキルになってくると思うんですね。それを磨くのがこのクイックヒッティングになります。なかなか日本でこの練習をしているところを見たことがあんまりないんですよね。馴染みのない練習だと思うんですが、僕はとても大切なスキルだと思っていて、自分がね、指導したりとか野球教室をやったりした時には、必ず一番最後にクイックヒッティングを入れています。ここにいろんな技術が集約されていて、実際のクイックヒッティングが、完成するっていうような感じなので、ここでいろいろ確認作業を入れていったりとか、するような感じです。ぜひね、参考になればと思いますんで、また新たな、練習方法の一つとして取り入れていただければと思います。では行きましょう。ちょっと今日の動画はクイックヒッティングの解説ということで、実際にどういう練習やるのかとかっていうのは、また別の動画で、アップさせていただきますんで、クイックヒッティングに対する考え方とかの理解をですね、深める動画に、していきたいと思います。実際練習するときには T スタンドを使って、ヒッティングしたりとか、トスワークで打ったりとか、実際に素振りだけでもいいと思うんですが、そういう状態でできるだけモーションをなくして、ヒッティングする、とにかくトップからインパクトまでのスピードを競う練習になります。なので、自分のスタンスで構わないので、構えたところから足ついてこの状態をキープするって感じですね。これをステイして、実際、T スタンドなら T スタンドここに置いた状態で、ここから素早くヒッティングする、足がついてトップが出来上がったこの姿勢からインパクトまでスイングする、この練習ですね。大事なことは、一つは体全体を使ってヒッティングする。で、早くクイックでヒッティングしようとすると、どうしても人間こう末端を動かそうと思って、バットだけ腕だけでヒッティングを、しようとしがちなんですが、これではスピードが出ないし、もちろん強い打球は打てない。しっかり一つの軸を作って体を回してバットを出してくる、この動作をしっかり身につけてほしいということですね。下半身からしっかり回って、腕やバットを遅らせずに一緒にバットを出してくる、遅らせずに出してくる、このスピードを速めるということですね。2つ目は、できるだけミートポイントを後ろに後ろに、体の近く側にですね、持ってくるということですね。だから T スタンドとかやるとよくわかるんですが、基本的に、ヒッティングポイントが、日本の選手、プロ野球選手でもみんなそうなんですが、前なんですね。体の前でヒッティングする。で、クイックヒッティングの場合には、トップからインパクトまでの距離が遠ければ遠いほど、タイムロスがありますよね。それをできるだけ体の近く、体の中、またはもう右足の前ぐらいで、ここでヒッティングできるようにしていく、トップからインパクトまでの距離をできるだけ短くして、ヒッティングのタイムロスをなくしていくっていうような感じですね。できるだけ近くに置いて、その中で正しいメカニクスでヒッティングできるか、トップからバットを前に出してしまうんじゃなくて、体の後ろから通して、早く軌道にバットを入れるだけ、軌道にバットを入れるだけで、後ろでヒッティングする、できるだけ近くに、ヘッドを出してくるっていうような、この動作ができるかどうかいうのを、確認する。その分タイムロスがなくなって、ヒッティングまでのスピードが上がるということを、確認してほしい。で、3つ目に大事なのは、さっきの、ポイントの話と重なるところはあるんですが、スイングの軌道ですね。スイングの軌道で、これはね、よくいろんな選手が陥る例なんですが、このポイントに対して早く打とうと思うと、どうしてもバットの芯を早くね、到達させようとするんですね。
到達させようとするんですが、これじゃあスイングっていうのはスピードが出ないんですね。で、実際強い打球も打てないし、タイムロスも生じる。そうじゃなくて、ミートポイントっていうのはあくまで軌道に、ボールの軌道に対して早く入れるだけ、軌道に早く入れるだけ。だからボールの高さにバットの芯を落とすだけですね。落とすだけ。そして体の回転でバットを出す。なのであくまで早く打とうと思って、トップからミートポイントまでバットを一生懸命早く出すんじゃなくて、しっかり加速させるためにはヘッドを落として体の回転を加える。体の回転でバットを出してくるって、この動作をしっかり入れるということですね。でクイックヒッティングにおいては、こういう確認がきっちりできる、こういうのがしっかり備わっているとクイックヒッティングのスピードが、速くなっていくということなんで、それの確認として非常にいい練習かなと思います。ぜひ、参考になればと思います。次回の動画で、実際にどういう練習があるのかっていうのをいくつか紹介したいと思いますので、そちらもご覧いただければと思います。ありがとうございました。